桃太郎電鉄シリーズ、桃太郎電鉄、桃太郎電鉄は、1988年12月2日に、ハドソンから発売された、ファミリーコンピュータ用、ボードゲームソフト。桃太郎電鉄シリーズの第1作目。タイトルは、1987年に発売され、本作と主要スタッフが共通している RPG、桃太郎電鉄のセルフパロディ。 タイトルを省略する場合、桃太郎伝説の略称、桃津対特別するため、本作を桃鉄と称している。パッケージには、サブタイトルとして、日本一周スチャラカトレインの文字が併記されている。桃太郎伝説は、ハドソン KDE の登録商標となっている。桃太郎伝説シリーズの第一作目。シリーズの基本となるシステムの多くは二作目以降で、 確立されたものが多く、本作のシステムやルールは、シリーズの他作品と大きく異なる。後のシリーズと違い目的地の駅は共通ではなく、プレイヤーごとに設定される。また、増収となるプラス駅、減収となるマイナス駅が存在しない。こうした点から、競争要素が薄い作風となっており、パーティーゲームとしての完成は次回作のスーパー。 桃太郎電鉄まで待つことになるが、日本全国を鉄道で巡り各地の物件を経営するという本作のアイデアは、そのまま以降のシリーズに受け継がれている。タイトル画面の BGM は、初代桃太郎電鉄での地上フィールドの BGM のアレンジである。目的地到着の BGM は、BGM の中で唯一、桃鉄シリーズの全作品で使われている。 元々は初代桃太郎伝説の弾アップ用音楽である。物件数は一駅につき四軒。物件数は一駅につき一軒。那覇へは秋の緊急会議のイベントのみで行ける。隠し物件を含めてすべての温泉物件を買い占めると女湯の一枚絵が表示される。物件は買えず季節によって何らかのイベントが発生する。ありがとうございます。